It's Saturday 3 p.m. Got any plans? Or got nothing to? How do you feel right now? Why don't we just chill out and hang out? おとおかし。4月6日土曜日午後3時、皆さんいかがお過ごしでしょうか。アレクサンドロスのボーカルギター川上洋平です。さあね、新年度も始まりまして、初めましての方も多いんじゃないかなと思いますが、もうね、いつも通りにやっていこうかなと思っておりますが、まあね、ちょっとこう様子を新たにちょっとますますパワーアップしていこうかなという気持ちもありますので、あとね、まあ、新生活、新しい環境、新しい学校とかね、もしくはこのなんかラジオを聞いて通勤してますみたいな、まあお客さん周り、まあ、土曜日だからね、そんなにないかもしれませんけど、いう方ね、ぜひぜひこれからよろしくお願いしますという感じでね、今日はお届けしようかなと思います。いや、しかしこの音おかしい2021年の4月に始まったので、今週で丸3年なんですよ。いやー、もう3年経ったわけですよね。本当に皆さんのおかげでありがとうございます。やらせていただきます。さあ、そんなわけで音おかしい、年度始めということで、こんな番組ですよというね、曲から始めようかなと思います。音おかしいらしい、曲ちょっと、見つけましたので聞いてください。 Wallows で Calling After Me。1曲目にお届けしたのは Wallows で Calling After Me でした。いや、久しぶりの、ニューシングルということでございまして、 Wallows かけてみましたが、いかがでしょうか。なんかね、春の、一発目の曲としてはすごいね、ぴったりなんじゃないかなと思いますけど、 Wallows
僕の印象としては結構こう男前、3人組集団ということでね、まあ結構俳優さんとかもやってて、ドラマとかも出てたりとかしてるんですけど、なんかね、やっぱこう男前でね、なんかバンドやられるとちょっとはみたいなことを思ったりもするわけですけど、ロックバンドやってる身からするとね、でもやっぱなんかいいものはいいなと思っちゃいますよ。なんか何週かしてまた聴きたくなるようなアーティストなんですよね。すごくかっこいいなと思います。ちなみに名前が似てるウィローはですね、ウィル・スミスの娘さんでございますので、それもウィローもね結構かけたりするので、この番組ではそこ間違えないようにしていただければと思います。さあ、こんな感じでね、まあ、音おかしは割と、まあ、ほっこりじゃないけど、割とインディーロックをね、かけたりすることが多いです。なので、あんまりね、なんだろう、日本のラジオ番組ではかかんないようなものをね、結構紹介してるような気はしてますので、はい。チェックしてみていただければと思います。というわけで、これ絶対かかったことないと思います。日本のラジオ局でというのをちょっとね、見つけましたんで、聞いてください。The True Spaceman で、これなんていうのかわかんないけど、シュエーゲンかな?シュエーゲン。ザ・トゥースペースメンでシュワイゲンでした。そう、さっきね発音なんとなく調べてみたんですけど、これドイツ語でですね、シュワイゲン、黙ってるっていうことだと思うんですけど、まあ、ドイツの、バンドですね、ザ・トゥースペースメンということで、全然ドイツっぽくないですよね。まあなんか確かに 80s の雰囲気はあったりもしつつなんですけど、まあ、今っぽいこうドリームポップの雰囲気がですね、なんかドイツなんだっていうふうに感じます。だからね、これ確か僕はインディープレイリストの、番組とかを聞いて、あ、いいなと思ってこうシャザムでね、調べたりとかしたんですけど、いや、これドイツのバンドだってね、全然わかんなかったんですよね。かっこいいですし、すごく今っぽいんですけど、まあ、唯一ドイツっぽいなと思うとこが、まあ、やたらピッキングが強い。ミュートピッキングをする瞬間があるんですけど、結構ね、聞くとね、デッ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 っていうね、あ、そこはやっぱなんか、ジャーマンって感じですね。はい。あ、でも、トゥースペースマンちょっとこれからね、注目しておこうかなと思います。はい。多分、少なくとも東京 FM で
かかったのは初めてなんじゃないかなと思います。さあ続いていきましょう。聞いてください、マギー・ロジャーズで So Sick of Dreaming。お送りした曲はマギー・ロジャーズで So Sick of Dreaming でした。もう何でしょうね、音楽偏差値が高いとはこのことなのかなと思うぐらい、もう全てが素敵だし、完璧な気がしております。そうですね、久しぶりの、シングルなのかなと思います。3月に出たばっかなんですけど、すごいジャケもかっこいいですね。ショートヘア似合うなって感じですね。さあ続いてちょっとメッセージを紹介しようかなと思います。大阪府ラジオネームワンさん、こんにちは。やっと晴れて昼間ぐんぐん気温が上がってきて、上着なしでいいねって9歳息子とちょっと散歩に出ました。いや本当に、すると私の首の後ろになんだか違和感が、なんだなんだ、触ってみると虫ついてない、見えないところだから、ハンカチで振り払ってみても取れず、息子に何かついてないか見てと頼みました。虫めちゃくちゃビビりな彼が、ギャーカメムシと
へっぴり腰で6回くらいチャレンジして、やっとカメムシを道路に振り落としてくれました。やれやれ、いやいや、カメムシきつ。岩井さんが好きな春、虫に合う、曲教えてもらったら嬉しいです。ねえわ、そんな曲。ない。いや、それにしてもカメムシって、あ、でもそっか。外というよりもね、俺ね、家の中になぜか入ってくることが多いかも、カメムシって。窓に、なんかくっついてて、これ外、中って一瞬わかんないんだよね。で、ちょっと近づいて確認すると中だったりするともうギャーって叫んだりとかするんですけど、カメムシってなんかちょっと謎ですよね。またゴキさんとか、ガーさんとかハエさんとかと違って、なんかカメムシってなんかね、ちょっとまた違う、次元にいらっしゃるね、バグなんですよね。こう。もうほんとね、俺、もう虫が苦手で、もう業者呼びたくなりますね。カメムシを退治してもらうためにってぐらい。ほんと苦手。いや、だからワンさん気持ちわかりますわ。はい。いや、ちょっとね、虫に合う曲、まあ、僕はこれしか思いつきませんでした。お送りした曲はブラーでバグマンでした。アルバム13にね、入ってました、懐かしい曲なんですけど、まあね、このギターの、ディストーションの音だったりとか、から分かるように、まあこのタイトルね、バグマン、虫男っていうことなんですけど、まあ虫を表現結構してるな、ハエとか表現してるのかなと思うんですけど、僕がこう昆虫とか虫とかそういうのに合う曲って言ったらもうこれしか思いつかないんですけど、いや、っていうかね、意外とありましたね、虫をね、こうについて歌ってる曲というか、タイトルに虫がついてるっていう曲、なんと自分たちの曲にもありましたね。はい、モスキートバイトでした。はい、ちょっとエンディングでかけようかな。はい、というかね、皆さんの今の気分やリクエストも募集しております。私に選曲してほしい場面やね、この曲音おかしでかけてほしいなという曲など、音おかし番組ホームページからどんどん送ってください。採用された方には番組特製ステッカーをプレゼントさせてください。あ、ステッカーね、これ新しいバージョンも作りますので、今までゲットした方もぜひぜひお待ちしております。音おかし、アレキサンドロス川上洋平がお送りしてきた音おかし、そろそろお別れの時間です。さあ、これのお菓子クイズ早速参りましょうかね。ちょっとね、気になってるお菓子があるんですが、そう、この番組ね、お菓子をね、こう食べながら、番組やるっていうね、なんともノンキな番組なんですけど、
まあね、番組タイトルありますから、おかしい、ね、だからそういう番組なんですけど、今日はこちらをいただきましょう。めちゃめちゃおいしい、このねアイス大好きなんですよ。この、アイスクリーム屋さんが出してるお菓子ということでございます。いただきます。めっちゃうまい。ちょっと高級な味がしますね。このアイスクリーム屋さんは、自体は割と庶民的なのかなと思います。モールとかにも入ってる感じですけど、が出したちょっと高級なお菓子なのかな。高級でもないのかな、このお菓子は。さあ、私は何を食べたでしょう。はい、これね、正解はですね、毎週金曜日にですね、オーディオプラットフォームオーディにて配信しているスピンオフがあるんですけど、こちらで発表します。で、次回は4月12日金曜日21時、それまでに回答を送ってきてください。当たった方には抽選で番組ステッカーをプレゼントさせていただきます。そういうね、お菓子クイズ、毎週やってますので、ぜひぜひ皆さん、これ当てていただければと思います。そちらのね、スピンオフでは皆さんからのお悩み相談なども受け付けております。オーディはね、ふわふわっとした、感じでやってますので、通常の音お菓子とはね違う、雰囲気で楽しみたい方はぜひそちらも聞いていただければと思います。さあ、あ、そっか、この4月からオーディでメッセージを生まれた方もステッカーをプレゼントさせていただきますね。そうなんですね。そして本日のプレイリストは何曲かプラスして番組の Spotify アカウントにアップします。このねプレイリストが結構ね僕はいいんじゃないかなと自負しております。いろんなところでね使ってください、まあ、ドライブもそうだし、ちょっとしたねホームパーティーとかでもねかけていただければと思います。あ、5000人もいいですか。嬉しいですね。結構使っていただけてるのかなと思います。そしてね、ウェブ上にて音お菓子ルームという私やリスナーの皆さん同士が語り合ったりする場もね開設されておりますので、全ては番組サイトから www.tfm.co.jp/お菓子。さあ、それでは皆さんね、新年度始まったばっかでいろいろバタバタしてると思いますが、皆さんおかしな週末を。ここまでのお相手はアレキサンドロス川上洋平でした。 Have a great one.